お母さん、ちょっとホテルで休憩していきましょう。ゴラー君、誰かに見られたら困るわよ。大丈夫大丈夫。あれ、満室だ。あ、残念。じゃあ帰るわよ。すぐ開くと思うんで待ってましょう。もう好きなんだから。あれ、先約がいるな。あきえ、親父。ゴロー君にママ。ゴロー、アキエさんのお母さん。まあ、アキエにゴロー君パパ。なんで？俺はちょっとお母さんと休憩しようと。わしもアキエさんと休憩じゃ。はあ、こんな場所で？そうよ、疲れたならどこかのベンチに座ればいいじゃない。疲れた心の羽を。バッキバッキ言ってやるぞ。なね、ちょっと整理しよう。なんかわしにはよくわからなくなってきた。そうだよ、なんか家族関係が大渋滞だよ。ここがどこだか分かってる？ホテルだよ。誰も言い逃れできないよ。ゴロー、アキエさん、そしてアキエさんのお母さん、このことは4人の秘密にせんか。ゴロー君のお父さん、ゴロー君、アキエ、内緒にするわよ。親父、お母さん、アキエ、これはなかったことにしよう。ならないかな。ママと浮気って許さないから。いやいや、そっちだって浮気してんじゃん。まあ、全員が内緒にしていれば3組の夫婦のうち2組の平和は守れる。そうね、アキエのとこ以外は大丈夫。ちょっと、娘の家庭に亀裂入れといてよく言うな。どの口が言うの、この泥棒猫が。あんたが言うな、変態塾じゃ。まあまあ、アキエさん、似た者夫婦ということで仲直りせんか。あんたたちはお互い様でしょ。なんか諭されてるけど、全員どの口が言うの。アキエもな。あんたが言うな。おお、わかったぞ。全員聞いてくれんか。なんだよ親父、ここはどこじゃ。お父さん、ボケたふり。ホテルだよね。ホテルの。あ、そうか、待合室。どういうこと。まだ誰も部屋には入っておらん。全員まだ罪を犯してはおらんのじゃ。さすが親父。まだ誰も悪いこともしていないわね。いや、満室でよかった。はい、ということで、では解散。待って、お母さんと五郎君は残った話聞かせてくれる？なんで、今一件落着したよね。してねえよ、浮気者が。どの口が。うるさいうるさいうるさい。こっちはね、ここのホテルのポイント貯めてんの。もうちょっとで旅行券もらえるし。え、秋山ポイント貯めてるの？俺も。じゃあ二人のポイントまとめて旅行券もらおうよ。ナイス秋山。で、あんたたち、そのポイント誰と貯めたの？私、ここ初めてなんだけど。どういうことじゃ。わしもここは初めて。あっ、げっ。あ、また誰か来た。てか母さん、一緒にいるの。パパ、これで全員集合ね。全員コンプリートじゃ。